超速報。上田綺世デビュー、超人的なジャンプ力と宇宙開発披露。今夏の移籍市場でフェイエノールトに移籍し、背番号9を託された上田さんは、開幕戦の後半31分にデビュー。打撃回数は12回あったのだが、そのうち6回は頭という、ちょっと物足りない結果となってしまった。個人的にも大好きな選手の一人なので、早くヒットして信頼を勝ち取ってほしいなって思っています。頑張れ上田。で、プレイがこちらです。9番、綺世、かっちょええやん。9番と書きたいの表れよな。超人的なジャンプ力披露します。高すぎやろ。代表戦でも意味不明な跳躍力披露してたよな。羽生えとんのか？ありえんやろ、膝にバネ仕込んどんのやろ。宇宙開発しちゃったシーン。あやせここ。あらあらあらあ。これ正直めちゃむずいから仕方ないよな。枠内に飛ばせただけでもスーパーボレーになるレベルやん。でもゴールの意識高いからマジでいいよな。クリオナ並みの跳躍力とかどこで身につけたん？